カイドウになるのって大変なんだね。私はエルドのこと信じてるよ。ケイジの札ってエルドと一緒に頑張ろうって思ったらすぐ手に入ったもん。ケイジの札を手に入れたってことは立場的にはもうみんなと同じだと思うんだけどな。そう言われるとその通りかも。私も知らないものは自分の目で確かめられたら嬉しいもんね。よし、それじゃあ私の力を見せちゃうからね。いっくよー、健康一筆。式神さんたち出ておいで。久々にお天道様の下で大暴れできるんだし、式神さんたちも張り切って頑張っちゃおうね。エルドにいいところを見せちゃうんだから。どんどん行くよ、ガンガン書いちゃうよ、いっぱい出てきちゃうよ。この筆は式神を生み出すだけじゃなくて鞭として攻撃を仕掛けることだってできるんだよ。すごいわね。普通の召喚術というわけでもないみたいだし。式神を生み出すだけではなく近接戦闘もこなせるのであれば戦力としては申し分なさそうだな。でも墨で書いているのなら水には弱いんじゃないのかしら。だがこの辺りは完全に水場だったが平然と戦っていたぞ。我々の常識では推し量れないのではないか。言われてみれば。そのあたりはどうなんだ。どういう力なのかはよく覚えてないや。なんかこうパーって書くとパーって出てくるんだよ。どれに教えてもらったんだっけな。命令してね。紬の実力は分かったけど。ああ、おかげさまで我々も真っ黒だぞ。ごめんね。この中で欲しいものはあるか。見合ったものを提示すれば交換してやるぞ。また来てくれ。Thank you.
よっしゃ、俺に任せな。でや、おお、エルドじゃねえか。今日はまた新しい娘を連れているとはな。見た目に似合わず隅に置けない男だ。もう、そうですって素直に認めてくれたらいいのに。エルドには女心ってものの機微が分かってねえみたいだな。せっかくこんな場所に顔を出したんだ。何か食べていくだろう。もちろん。あれとこれとそれと。すごい食欲だな。ちょっと待ってな。腕によりをかけて作ってやるからよ。はい、楽しみだな。ダメだよ。そんなんじゃ強くなれないよ。面白いこと言うお嬢ちゃんじゃないか。少し前までは人っ気はほとんどなかったってのに、いつの間にやらどんどん賑やかになってきたもんだ。こっちとしてはその方がやりがいもあるってもんだかね。そのお嬢ちゃんの言うように、いっぱい食べるってのは大切な才能なんだよ。体が強いってのはそれだけ他人より多くのことを成し遂げられるってことだからね。そうだよ。いっぱい食べていっぱい飲んで元気いっぱいだよ。ほう、飲むときたか。お嬢ちゃん、いける口かい？こう見えても鬼の端くれだからね。お酒も大好きだよ。それじゃあ特別にこいつをくれてやろう。東から流れてきた鬼さえ一撃で酔いつぶすという一品だ。はーい、ありがとう。はあ、美味しかった。したの？エルド、今日はいっぱい案内してくれてありがとう。
ね。そういうことじゃなくて、私にとって何もかもが輝いて見えるんだ。この世界のすべてが新しい出会いだって感じてる。何も覚えていないからこそ楽しめることだってあるんだ。それにおじいちゃんに教えてもらったの。紬ってこうやって書くんだよ。絆を紡いで戯れるっていう意味らしいよ。美しい意味だなって思うんだけど、なんだかしっくりこなかったんだ。絆って言われても何も覚えてないから、そもそも紡げてないし、どうやって紡いだらいいのかさっぱりだったしね。でも今日こうやっていろいろな人と話をして、ほんの少しだけ新しい絆を紡げたかなって思うんだ。これからも頑張ろうって思えたよ。聞いてみたけど、全部は教えてくれないんだよね。自分の過去は自分自身の力と意志で知るべきで、それは未来であっても同じことだ。だってさ、意味わかる？難しい話は嫌だよね。私にはよくわかんなかったから、エルドが代わりに考えておいてよね。好きなの？ラビリエとミストリアのどっちが好きなの？だって気になるんだもん。二人はエルドのことが好きなんだよね。ええ、もちろん。聞かれるまでもない。でも、エルドはまだ返事してないんだよね。じゃあ、私がもらっちゃってもいいんだよね。は
なんだと？エルドが自信を持った時に好きな相手が私だったら、それはそれってことでしょ？まあ、それはそうかもしれないわね。ラビリエと対立しているのは、あくまで目の前にいる分かりやすい強敵というだけのこと。私が惚れるような男であれば、他の女にモテてもおかしくはないだろう。最後に勝てばいいのよ。最後にね。じゃあ、私も戦っちゃう。エルドは渡さないぞ。面と向かって宣戦布告とはいい度胸だ。相手にとって不足なし。まあ、周りは女の子ばっかりだし、こうなるような気はしていたのよね。でも、正々堂々挑んできてくれてありがたいわ。叩き潰しがいがあるものね。No.